はい、皆さんおはようございます、今日はね、この間の動画のリベンジ編ということで、一人ですけど、デュエルの駅、ヨウズリの駅を使って、サポッティングしていきたいと思います。釣り場到着しました。飛翔する駅、イージキューのね、食わせはい、ニゴリジオマスターってやつかな。長崎市のね、こう漁港っすね。マップで言えばこんな感じ。もう漁港のね、奥まったとこ、シャローになってるんですけど、2メートルぐらいか、はい、違う、はい、外海側にね、移動してきました。中層あたりを探りますね。上から3メーターぐらい。潮が効いてないね、今ね。ちょっと厳しいかもね。早いな、ちょっとホールが早い。ニゴリジオマスター、これ食わせ3号で、サビいてホールスピードをちょっと遅くする。こっちの岸に向けてエギを動かす感じかな。ちょっとリーディングしてやろうか。じゃあ中層あたりまでね、落とします。こんだけベイト置いとったら多分ボトムじゃないよね。潮とかを生むんじゃないかも。もしかしたらスローで巻く、ゆっくりただ巻き。ちゃうんか、無反応だね。むずいね。あ、そうだ、今日はね、隠し玉をね、今日は用意してるんですよ。こいつ、いつものリアルイソスジエビやんけって思うでしょ。超短いの、これ 2.55 どう、これ。しかもラトル入ってる。ダートマスターも 2.55 ラトルタイプやね。さあ、見えいかはいます。でもね、今反応しませんでした。3号カラーが合ってないなの、合ってないのか、サイズが合ってないのか。 2.55 は確実にホールスピードは遅いんで、ホールスピードを懸念するんであればサイズを落としてイカをすると。この EG級のね、スロータイプっていうのがないんで。反応してくれればね。来ましたね、ほら、やっぱり。ちょっとちょっと、もうめっちゃ墨吐くじゃん君。吐くよね、そりゃね。そう、デュエルのね、EG級のシリーズは重かったらサイズを落とす。頑張って、最近いくなや。いや、よかった。でも坊主は逃れましたね。 2.5 変えて一発やったね。やばいやばい。まあいろいろね、こんなやってこう考えながらやるのが楽しいっすよね。エギング、あれじゃない、こうじゃないっつって、明日のご飯何しよう。移動してきました。湾内ですね。藻がすごい浮いてる。入っていったね、今。聞こないね、また聞こないけど、いいよ、いいですか、リリースしてやろう。あんまり引っ掛けてるって思ったか。
移動してきました。今から入るとこはね、釣り公園ですね。500円だったかな、入場料。じゃん、こんな感じです。入り口、はい、飛島磯釣り公園ですね。それではね、準備します。はい、エギはね、ダートマスター3号ベージュ系村モバマスターですね。バトルなし。水深は多分そんなないはずですね。クイズです。ヒラメだ。ヒラメ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 。はい、欄干してきました。向こうから来たんですよね。あっちから来て、入り口ちょうど中華になるんかな、これ。入ります。はい、奥に進んでいきます。どうもどうも、こんにちは、どうも。はい嘘やろ。はいはいはい、上手ね。あ、すごいね。はい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 、前回ねアオリイカ釣ったとこ、思い出の地ですね。これラスト1投で釣れたんですよ。さあ、520円払った甲斐があるのか。あ、ゴミが邪魔してる。もう俺のラインの上乗らないで、お願い。上乗るな、俺のラインの上。お留守かな、本日は。アオリイカさん、お留守のようです。ドラマ起きんかな。ドラマ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 ドドドドド。降ってきましたね、また雨。これやまんな、もう。いやいやいや、強い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 。雨の気持ちが強い。もう雷様の気持ちもリンクしてるじゃない。エヴァンゲリオンかて、ゴロゴロ言うとりますやん。もう気持ちを前に出すなよ。雨も雷も帰ります。ご視聴ありがとうございます。雨の野郎にやられちゃいましてね、急いで帰ってきました。今しょうがないですよね、天候は。釣果の方はね、アオリイカ2杯、はい、小さかったですけどね。まあリベンジします。またリベルのね、サポート期限まだ半月ぐらい残ってるんで、はい、最後までしっかりサポートしていきますので、皆さんよろしくお願いします。またね。